僕には君がわからなかった。ストーリー、古川雄也。出演、片岡貴太郎。春になると、君は僕の耳元で突然ビトゲンシュタインと囁いた。何回かそれを繰り返すと、今度はエイゼンシュテインと囁いた。その完璧にコントロールされた吐息の質と量に、僕は君の思惑通り興奮した。というか、僕が興奮するまで君はそれをやめなかった。やがて僕の方がそれを期待するようにさえなった。ルビンシュタインと囁かれたら興奮するだろうか。ストラヴィンスキーだとどんな感じだろうかと。今となっては無邪気な思い出だけれど、間違いなく言えるのは、君が僕が出会った中で飛び抜けて不思議な女の子だったということだ。春になると僕たちはよく喧嘩をした。一番深刻な喧嘩の原因は、確か八重洲ブックセンターの5色あるしおりのうち、二人が一番好きな紫色が一枚しかなくて、それを取り合ったことだと記憶している。今から考えてもお互い譲れない問題だったと思う。特にその本が長編小説である場合、それは読後感に決定的な意味を持つ。ジョイスを読んでるのにトルストイを読んでるような感じになることすらある。それは良くない。喧嘩の決着がつかないと、君は町の時計台の一番上に登って降りてこなかった。春とは言ってもそこは寒い。多分君は瞬く間に風邪をひいた。咳をしてはその振動で時計を3分遅らせ、鼻を噛んでは7分、くしゃみをしては11分遅らせた。これは町の人みんなの迷惑のみならず、僕たちが喧嘩していることを町中に知らせることも意味した。この出来事で僕はますます君を好きになった。春になると僕たちはよく散歩に出かけた。君は気持ちのいい春の空気に触れると必ず僕の耳に噛みついた。しかもちぎれるまでやめなかった。ちぎった僕の耳をくわえる君の顔には残忍さなどみじんもなく、むしろ愛情にあふれていて、僕は嬉しかったけれど正直ちょっと痛かった。もう一度耳が生えてくるまで2週間くらいかかったし、考えてみると僕たちは結構似合いのカップルだったように思う。春になるととても悲しいことが起こる。君の17歳の妹が死んだのだ。葬儀で妹のために自作の詩を読んだ君は美しく気高かった。今回の神様の行いを咎める詩だった。神様、あなたは時々間違えるというような題。美しい喪服姿の君は葬儀が終わると僕の手をぐいぐい引っ張っていった。ある種興奮している様子だったので、立ち止まった瞬間ビトゲンシュタインと耳元でささやかれると思っていた。けれど着いた先は何の変哲もない中華料理屋。君は餃子8人前はじめ店のメニューを全部平らげた。悲しい時が一番お腹が空くという真実を知ったわ、
とか言いながら、喪服はラー油だらけだった。僕には君が分からなかった。こうして墓の下にいるとますますそう思う。最後の春、なぜ君は僕を殺したんだろう。あの日、あの時刻、たまたま気温が殺人に最適の 19.4 度になったから。君が本当は猫であることに僕が気づいたから。セックスではなく、死を前にした男の耳にビトゲンシュタインと囁いてみたかったから。この3つのどれかの理由に違いないと僕は確信している。